ベニカルロは、スペイン・バレンシア州、カステリオン県のムニシピ。地中海に面した、二十歳館外に周囲を囲まれた環境にある。サンバルトロメ教会、ベニカルロ最古の遺跡は、イベリア人の定住地跡である。現在のベニカルロは、アラブ人支配時代後半にあった、ペニスコラ近郊の村、ベニガズルムである。キリスト教徒のレコンキスタ以降に自治体となり、 1236年6月、アラゴン王拝命一世によって、ベニカストロという名で特権を授けられた。その後も代々の王たちから特権を授かった。しかし16世紀から17世紀までは、完全に、ペニスコラの町からの自治を与えられず、裁判権や法権は、ペニスコラに従属した。百九十四年、バレンシア王を兼ねたアラゴン王によって、ベニカストロは、 テンプル騎士団へ寄進され、その後もモンテサ騎士団へ寄進され、これまで経験しなかった経済と社会成長が始まった。1370年、ペドロ4世は、納税や、効能なしに、ベニカルロの浜へ貨物を下ろせる権利を与えた。ヘルマニア反乱においては、1521年に町を、包囲されながらも、町は、王とモンテサ騎士団へ忠誠を示した。 1523年10月、町の称号と小麦輸入の特権、年1回の司会祭といった特権を授けられた。1556年、ベニカルロはトルコ人海賊の襲撃を受けた。17世紀半ばにはベニカルロを含むバレンシア諸都市で国士病が大流行し、ベニカルロでは約500人の死者が出た。薬病による危機で、 ブドウ畑の大半が壊滅的な被害を受けた。18世紀のスペイン継承戦争では町はブルボン家軍の侵攻で降伏した。1794年時点の町の人口は約1300人だった。半島戦争ではスーシェ式のフランス軍に町は抵抗しゲリラ戦を繰り広げた。カルリスタ戦争ではラモンカブレラ式のカルリスタ軍に攻撃された。 19世紀、ベニカルロに不当が建設された。1926年10月22日、ベニカルロは、アルフォンソ13世の王霊により、都市の地位を授けられた。古くからワイン生産が盛んで、ビーノカルロンと呼ばれた、ベニカルロ産ワインは19世紀終わりまで町の富を、支えてきた。しかし、フィロクセラの大流行で、ブドウの収穫量は激減した。 ブドウ栽培は衰退したものの、ベニカルロには多くの農地があり、柑橘類や野菜が生産される。特にアーティチョークの名産地となっており、EU の原産地名称保護制度の対象となっている。1931年から1944年にかけ、現在のベニカルロ港ができると、業業が飛躍的に伸びた。 近年では年平均150万キログラムの漁獲港があり、姫路、アンコウ、イカ、エビが水揚げされる。1960年代以降、産業の導入、観光業の発展で移民が急増した。ありがとうございます。